ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、現在新型コロナウイルス感染症が世界中で流行しています。皆さんお一人お一人の意識がウイルスの感染拡大を防止する大きな力になります。どうか日頃から新型コロナウイルスへの感染防止の意識を高めてお過ごしください。それでは今週もウィークリー声の架け橋をお楽しみください。今週は区内を代表する老舗をご紹介する老舗巡りをお届けします。果たして今回の老舗はどんな店でしょうか。お楽しみに。ウィークリー声の架け橋、この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めまして、こんにちは、秋の香りです。今週は区内を代表する老舗をご紹介する老舗巡りをお届けします。今回お話をお聞きしたのは、月島で古くからもんじゃ焼きを提供している吉見屋です。お店の歴史はもちろん、美味しいもんじゃ焼きの焼き方も伺いました。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。私は今、月島西中通りに来ています。月島と聞いて真っ先に思い浮かべるものの一つといえば、そうです、もんじゃ焼きです。今回はここ月島で古くからもんじゃ焼きを提供しています吉見屋さんにお話を伺ってまいります。自慢のもんじゃ焼きについてはもちろん、町の歴史など下町の魅力についても伺っていきますよ。さあ、それではここから月島のもんじゃ焼き屋さんです、吉見屋のご主人村田耕作さんにお話を伺います。村田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはこのお店の歴史から伺っていきましょう。はいはい、創業は何年ぐらいになるんですか。昭和29年ですから、1954年。1954年、うん、村田さんの代でいうと今何代目に。2代目。2代目、うん、じゃあ、あのお父様がやられていた、うん、親がやってました。やっていたお店で、はいはい、ずっと場所はこの月島の3丁目でやっていたと。はい、今はこのもんじゃストリート、たくさんのもんじゃ焼き屋さんあるかと思いますが、はい、当時はどういう様子だったんですか。当時はだから、ここが月島では初めてのもんじゃ屋さん。で、昔はお好み焼き、もんじゃ焼き、うんうん、今もんじゃ焼き、お好み焼き。あー、じゃあお好み焼きを食べる方が多かった。あの、このようにもんじゃストリートとなったお店が多くなったのはいつ頃のことか覚えてますか。はい、NHK の平成4年かな。はい、ひらり、朝ドラですね。朝ドラ、はい、そこで、メディアに初めてもんじゃ屋さんが登場。はい、じゃあそのドラマに取り上げられたことがこのもんじゃブームのきっかけだったということなんですね。はい、こちらのお店、本当に今もお客さんたくさんいらしてますけれども、どういうお客様が多いですか。はい、この店はね、まあ、どっちかというと、フリーのお客さんより常連さんの方が多い店なんですね。やっぱり長くからやってるからってことですよね。はい、ですから当時、おじいちゃんおばあちゃんに連れてこられたお子さんが今自分のお子さんをね連れて、来てるっていう。はい、だから4代にわたって連れてきてるとい そんなような店ですね。どっちかというと。海外からのお客様っていうのは、意外とね少ないですね、この店は。はい、じゃあやっぱりこう常連さん、昔からのおなじみのお客様が多いということですね。もんじゃストリート全体でいうと、今もんじゃ屋さん何店舗ぐらいあるんでしょう。月島全体では85ぐらいあるんじゃないでしょうかね。それはブームといいますか、メディアに取り上げられた頃から比べると減ってるんですか、増えてるんですか。もうどんどん増えてますね。増えてる。はいはい、そうですか。じゃあやっぱり月島にもんじゃありということですよね。
世界に羽ばたくもんじゃですから、はい、さあここからはその世界に羽ばたくもんじゃ焼きについてお話を伺っていきます、はい、各お店でいろんな特徴あると思うんですが、はい、こちらのお店のもんじゃ焼きどういう特徴があるでしょう。そうですね、今の人気があるというのはどっちかというと明太もちチーズというね、うん、これはもうどこでもありますけれど、はい、うちでは、まあ、特徴を出すというより、まあ、どっちかというと、あんまり他では、ね、やってない、塩だれもんじゃ。塩だれもんじゃ、はい、これどういうものなんでしょう。だからもんじゃというのは大体がソースですね。あー、そうですね。まあ、ソースが主流でどっちかというと塩というのは阿流の方なんですけど、味的にはさっぱり、さっぱり系の、はい、さっぱり系の味ですね。塩だれもんじゃがじゃあ、はい、こちらのお店の、まあ、特徴という、そうですね、ことなんですね、はい、もんじゃ焼きをうまく焼くコツっていうのはあるんでしょうか、うん、そうですね、歌じゃないけれど時の流れに身を任せ、美空ひばり的な、はい、あ、そうですか、うん、いや、テレサテンですね間違えましたそうだそうだそれから食べ方、じゃあ今、はい、出来上がりましたってなった後の食べ方は、はい、持つのが歯菓子ですね。小さいこうヘラということですよね、はいはい、あれ歯菓子というんですか。月島では歯菓子っていう、作ってる三条もね、新潟県の三条ではヘラって言ってますけどね、食べるところでは歯菓子、歯菓子、だから、イカはね、イカを釣った時はイカですけど干した時はね、スルメ、そうですね、名前が変わっていいわけです名前が変わっていいわけで、月島ではじゃあその歯菓子と呼ばれるものでこう直接鉄板から食べる、はい、下からすくってそのまま召し上がるのがいいで、歯が小さいですから乗る量っていうのは決まってるわけ。あ、ちょっと想像をするとちょうどお口の中に、うん、ちょうど口に合う量が乗るわけですね。じゃあ一口サイズに考えて、はい、歯菓子は作られて、はい、いうことなんですね、はい、それからこう焼き具合でいうとちょっと焦げたぐらいが好きみたいな方もいらっしゃると思います。そうですね、だからお焦げと一緒に取るわけですよね。あ、下のでまあ、おこげが特に好きな方は少し寄せるとおこげだけ残るわけです。はあ、でおこげだけ食べるというのも一つの食べ方ですね。いいですね、はい、食べ方も焼き方も教わりましたが、はい、さあでは我々も今テーブルにもんじゃ焼きを運んでいただきました。先ほどもお話にあったように特製もんじゃ塩だれ、塩だれということで、はい、見た目は確かにちょっとこう白っぽいんですよね、はい、他のもんじゃに比べるとこうソースの色がないのでないですね、うんうん、はい、それじゃあこれを焼いてみましょう。よろしくお願いします。はい、油を敷く、油をまず鉄板に敷きます、はい、油は売りません、敷きますぐるーっとこう円を描くように、はいはい、油を敷きました、はい、さあそしていきましょう。丼をまっすぐにして平行にしといて具だけを出します。なんかいい音してますね。いい音ですね。今丼から具材を、はい、具だけを出しました。鉄板の上に出しました、はい、ここからはどういう作業なんですか。はい、具が固まってますから真ん中を開けて開きます。これを土手と言ってます。で、丼が2つ入る分ぐらいの大きさ、はい、広げましたらここで残った汁をかき混ぜながら流します。そうすると土手の内に収まります。土手の内側に今お出汁を入れて、はい、この中に本当に収まるんですね、はい、こぼれてないですね。こぼれてないです。今本当にこう、はい、そしたら今度具と汁を混ぜ合わせます。はい、外から内へ、はい、土手を崩していくように混ぜていくということです、はい、
そうです、匂いもしてますでしょう、ラジオの前で伝われという感じですけどね、はい、ちょっと混ぜます。そうすると最初に開いた大きさに広げます。丼2つ分ぐらいが入るような丸の大きさですね、はい、でこれちょっとお蕎麦入ってますからね、お蕎麦だけちょっと切ります。私はあなたの蕎麦がいいけどありがとうございます。こうやっていろんなことを言いながら焼いていくわけですね、はいはい、最後ですね、仕上げで、はい、まずは青のり、いい香りです。ここで文句言ってきますから、文句をブツブツとブツブツ文句言って、はい、これじゃ具体的に何分ぐらい待てば食べ頃ですか。1分ぐらいですね。じゃあこの後1分ぐらい待てば出来上がり、はい、ということです。 OK です、ありがとうございます、はい、それではちょっといただきましょう。先ほどご紹介いただいた剥がしというものを使って私もいただいてみます。いただきます。熱そうです。本当にこう塩だれのさっぱりした味と中に入っているこの具材、イカだったり桜エビだったりというこの海鮮のうまさが引き立ちますね。そして先ほど村田さんがおっしゃったようにこの中にはお蕎麦、中華麺も入っているということなので、この中華麺の食感、そしてあえて残すというキャベツの食感がそのまま残っていて本当に美味しいです。月島のこのもんじゃ振興組合ではお土産も売ってますよね。売ってますね、はい。あれはどういうものなんでしょうか。あれは家庭で要するに持ってるホットプレートとかですね。ホットプレートで、はい、できる、だいたいホットプレートの200度ぐらいの温度ですよね、はいはいはい、そこで目いっぱいの温度に上げて、やはり、9じゃなくて10で焼いて、9じゃなくて10と焼くと、はい、お土産のものをお家に持って帰ります、はい、お家のホットプレートでももんじゃ焼きうまく作るコツ何かあればぜひ教えてください。もちろん、店で出すキャベツよりちょっと細かくしてもらう。なるほど、ええ、まあ、千切りまではいかないけれどもちょっと細かめに、はい、それであとは作り方は書いてありますから、はい、それに沿って、うん、作ってもらえばうまく焼けます。具材とかはおすすめありますか。キャベツだけは用意してもらって、はい、あとは全部揃ってますんで、お土産の中に入ってるわけですね、はい、ぜひ皆さんご自宅のホットプレートでも月島もんじゃ味わえるということですので、はい、楽しんでみてください。さあここからはこの吉宮さんお店もあります月島という地域についてお話を伺います、はい、月島界隈も本当にこう変化をしてきたなというふうに私も感じるんですけれども、うん、はい、どうでしょう、昔と変わらないなと思うところはありますか。そうですね、変わらないなっていうのは要するに、隅田川ね、流れてる川は変わらず、ただ変わった方が多いですね。やっぱりそうですか。で周り見てもらうと分かるように高層ビルが、左右に、立ってきてます、はい、これからもあと2棟3棟ぐらい、立つ予定ですから、はい、かなり、様子が変わってくると思います。で、まあ、たまたまオリンピックはね延期になりましたけれど、選手村が春見にできますので、はい、そのついでに寄ってもらえば、それこそ先ほど申し上げました世界に羽ばたくもんじゃっていうのが PR できるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。じゃあ、まあ、変わらないところももちろん残しつつ次の未来へということを見せているとそうですね、いうことなんですね。それからこうちょっとこう昔を思い出していただきたいんですけれども、はい、この西中通りっていうところは、はいはい、まあ、今でこそこのもんじゃストリートですけれども、村田さんがこう子供の頃とかどういう風景がありましたか。昔はね、このどっちかというと、まず道路がね、土、あ、土だったんですよ。確か、ですか、アスファルトじゃなくて、アスファルトじゃなくて、はい、ですから、小学校の頃は、雨が降るとね、小さい時は
小学校の低学年の頃はね、雨が降ると裸足でね、駆け回ったっていう記憶がありますよね。そうですか。それだとか、荷馬車がね、馬車で、荷馬車っていうか荷物を運ぶ馬で走ってたのがありましたね。馬走ってたんですか、ここ。いや、走るっていうか荷物を引っ張る。そうなんです。そういうのありましたね。まあ、そういう風景ももちろん見られなくなっちゃって。はい、そうですね。全然見られないですね。まあ、でもこう変わらないものっていうと、人の温かさっていうのはやっぱりあるなと思います。そうですね。やっぱり人情はそれなりに残ってんじゃないでしょうかね。いや、もう本当に熱い温かい人情の街だなと月島も思います。はい、だから昔は、鍵をかけないでね。そうですか。要するに隣の家が天ぷらあげると余分に作って、隣に持ってきたり、また逆に、お母さん方がいないとね、隣の家行ってご飯を食べたりね。そういうね、もう交流は自然とできていたような感じしますよね。ご近所付き合いがね、はい、あったということですね。だんだんやっぱり、その昔の方の住んでるのがだんだん少なくなってきて、新住民がむしろ 50% 以上になってきたということですね。そうですね。まあ、ただ新しいこう方たちも町に溶け込んで、こう盛り上がったりしてるんじゃないかなと思います。そうですね。非常に住みやすいと思いますよ、そういう面では。安心安全の町だし。そうですね。事故もそんなになくてね。ですから、まあ、我々っていうかね、古い人がおっかないおじさんおばさんが、まあ、ところどころにいるということでしょうね。本当に皆さんが守っている町ということになりますよ ね、うん、ね。さあ、まあ、これから、月島という町、またさらにこう新しく変化していくと思います。うん、今後の町へ期待すること、ぜひ最後に聞かせてください。はい、これから月島の街が浮かび上がってくるのは、やっぱりこの商店街が他のところよりやっぱり一回は行ってみないなというところが、要するにどんどん増えて、まあ、インスタでもね、考えて、あそこ行くといい写真が撮れるよとかね、そういうところもやっぱり目指していきたいなというふうに思いますね。新たなところも取り入れて、はい、月島という街さらに変化していきそうです。そうですね。ぜひ村田さんも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ここまでのお話はもんじゃ焼き屋さん吉宮のご主人村田耕作さんでした。村田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。村田さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。番組ではこれからもいろいろなお店にお話を伺っていきます。お楽しみに。